おはようございます。ティエと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、もう寝てるのにね、寝てる夢を見てるとかね、散々なことやってますね寝てんのに寝てんだわみたいなね、起きたらもうどこが夢でどこが現実かわかんないみたいなことはありましたけど、はい、起きました。はい、なんかね、やたらね、なんかジュゲムがね、あの裸ん坊になってたりとかね、なんかよくわかんないことになりましたね。マリオカートをやってる夢見ましたもん。なんかコースアウトしてドカン落ちてって、なんか裸のジュゲムが、いやー今回やりたいのはですね、まあこちらです。まあ僕って、なんか光の衣なしゾーマって生放送とかで、まあなんか結構挑戦したりとかしてるじゃないですか。まあ一人の玉なしゾーマもやりましたし、モンスターマスターの一匹のゾーマやりましたね。はい。あとはまあね、かなり過去になるんですけど、森連のみだったらね、2P熱とか、あの玉なしゾーマとかやってたわけですよ。ということはですよ、まあもはやです。もはや、DLC とかをすべて使える状態であれ、だって、かつ、2P プレイなら、もう倒すのは必然なんじゃないかと。はい。つまりですよ、今までね、2P プレイで、ウィキにも書かれてます。奇跡に等しい確率で二人に撃破可能。違います。おお。もうね、かなりの回数ね、ゾーマにはね、もう、光の玉なし挑んだんで、DLC もすべて二人プレイもさらに解禁すれば、勝つのは必然ということになります。勝つのは必然ということになります。勝つのは必然ということになります。勝つのは必然。そんな自信満々に勢いよと、戦士で登場します。どうしようかなって迷ったんですよ、職。まあね、ちょっとね、もう、正直、二人プレイなんで、難易度低いんじゃねえかと。二人プレイの光の玉なし、かつ DLC 使えば難易度低いんですよ。ということでね、お供はこんな感じです。なんか、すげえ、潮流軍団の娘みたいになっちまった。大事な相方、モンスターマスター、炎の戦士、メタルハンター、ドラゴンキッズです。はははは、舐めてんの？一部もうさ、大丈夫なのみたいになりますけど、もうね、勝つのは必然なんで大丈夫ですって。さあ、本日のお相手である、ニッピープレイのゾーマ8700ですね。はい。まあでも、正直もう二人プレイのゾーマなんで、勝つのは必然ってことをお見せしたいと思います。よろしくお願いします。生放送と、ま、決定的に違うのは、僕の動画は基本的に一発撮りな点です。で、かつ、まあ、2P プレイ。まあ、だから一発プレイなんで、もうこれミスって、あーって言ったら、もうこの動画今日終了します。でもね、今まで普通のゾーマとかもやってきたわけじゃないですか。グレートドラキーで何回死んだかも覚えてませんし、光の玉石ゾーマなんて何回やったかわかりませんよ。もう、今だったらもう一人プレイでね、モンマスでやろうとしてるんですよ。もうそれってさ、言っちゃえばさ、うふん。さあ、問題は、相手派から入ってくるなら OK だ。全然 OK、全然 OK。まあ、主人公今回入れてるんで、勇気負けする可能性がちょっとあるのが怖いね。言うんであれば、勇気負けはあるな。主人公を入れたことにより、とどめ負けをする可能性が、なきにしもあらずですね。さあ、通常が問題ですね。ちょっと通常がね、打点稼ぎにくいんですよ。そうだねー。まあ、通常ちょっとご利用しでいきます。頑張って。まあでも、正直ね、二人プレイの難易度は低いんですよ。一人プレイをやった身からするとね、二人プレイの難易度なんてもう可愛いもんなんですよ、本当に。まずはここはスパッと超えようと思いますんでね。はい、スターライト！こっちはね、一回攻撃です。せーの、ファイヤーで、このターン、何？もう一つ何だっけ？メラゾーマか。そっちが。炎の戦士がいます割と今回のチームって、本来、初めて多分僕がね、玉なしゾーマ挑んだ日って、リッチ・デンタとかいたんですよ。メタハンこそ入れど。なんか炎の戦士とか異物混じってますけど、大丈夫ですかね本当に今回のパーティーは。異物おんねん。まあ、このターンは2ターン目にマジバすれば確実攻撃なんで、まず通常を超えるためにもここは使います。大事ですね、これ。通常を超えないと、もうなんか玉なしだとかなんだとか言ってる前に、その、ただ単に純に情けない。本当に情けないだけなんで。で、僕が考えてることは DLC SP も解禁しようと思ってるんですけど、
その使う SP の使用上、技がうまいことヒットするからなんですよね。うまいことヒットして、かつちゃんと行動を選ぶかどうか、すごい大事ですよ。これーって言って自分がねカットするの、ははははは。お兄さんたち大丈夫ね、俺たちを負けさせようとしてないかこいつ。ねえねえ、君たちもしかして負けさせようとしていない？ねえ頼むよ、ねえ頼むぞ本当に。俺の計算だともうちょっとね、ダメージ稼いでるつもりでいたんだけどね、思いのほか攻撃が当たっていません。それじゃ困るんだよな。通常ゾーマは手段も減ったくれもなく普通に突破する気でおんねん俺。ね、待って、負けようとしてないね。こんだけ俺が、何、普通のゾーマに負けんのはやめてってあれほど言ってないいつも。勘弁していただけません？なんか新ゾーマにたどり着く以前の問題なんで、このままじゃ。おいおい、頼むって。外しが過ぎる。お遊びが過ぎんのよ、ちょっと君たち。プチアノ連れてきた方がまだマシだぞ、これじゃあ。つばぜします。死んでも通常でもつばぜりは多分数機でいるんで、このつばぜりは勝たないとダメってことになりますね。だから勝てなかったら僕は吹き飛ぶ吹き飛ぶことになるんですけど。勘弁していただきたい。まずここ勝たないと いけない。厳しいと言っていただきたい。あぶねー、よしよしよし、まず挑戦金を得ましたね。ここで、あーって言って、とどめの一撃、ドーンなって練習がカットできました。よかったよかった。と、ね、勇気負けはないね。オッケー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 。で、僕が考えてるのは、まあ、つばぜりターン、SP を2つ使うっていうターンに、このね、5体、モンスター陣5体がどれだけ頑張ってくれるかにかかってるわけですね。まあ、DLC を使って、実は火力を引き上げしようと考えてるんですよ、僕のパーティー。今回のパーティーはすごく属性攻撃が多いです。なんだったら、まあ全員属性攻撃持ちですね。はい。今回僕が使うのは、あえてこっち派なんですよ。どっちか迷いました。無心攻撃をするか、フォースをするか、迷いましたよ。今回は、フォース軸です。そう。バズズと悪魔の騎士はちょっとずるいかなって思ったんですよ。ということは私が考えることはただ一つ。フォース軸で組むしかないよ。勝つのは必然って言ったろ。ミニマトー。さあ、フォース軸のパーティーになりました。おー、貯める。おー、貯めてから。なるほどね。合ってるよ。オッケーオッケー。全然それは行動的にオッケーなよ。こっちはオッケー。仮に手挟まれると、まあ考えが。で、このフォースを使った時に、これがダメなんですよ。ほら、やっちゃったー。フォース軸って言ってんのにこういうことになるんですよ。で、ダッシュボムとかで、かなり出ると思うよ。1.8 倍だったかな？はい。はい。よいしょ。これがシーンは弱点を取れてるんで、かなり出ますね。だから、2P プレイで、あ、オッケーオッケーオッケー。2P プレイで弱点属性の攻撃を持ち、かつ属性攻撃で、フォース軸でいこうと思います。本来は無心攻撃の方がね、丸いと思いますよ、ちなみに。本来挑むんであれば、ね、両方物理だけで組んでとか、バズーズ悪魔の騎士入れてとか、そっちの方が丸いと思います。まあ、今回はね、ちょっとね、まあ、正直 DLC の SP なんて使わなくても、勝ったケース、ね、記録あるんですよ、僕。2P プレイの光ゾーマなら。わお、すげえもう開始頻度同じくらい出てる。そう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 、合ってる。そう、この行動が大事ですね。メタハン君もこの行動に引かないとダメなんで、ね、この2体はどっちでもいい。炎の戦士、ドランゴ、ダッシュランは事故の可能性が低いんですけど、まあ、打点としては、出してほしい技の方を出してほしいかな。はい。だから出してほしいんですね。はい。どういう構文なの？いけ、パッチョ！パッチョのとどめ！おーん！パッチョのとどめや。まあ、ここはね、オープニングステージです。さあ、問題はね、僕がさっきなんか必然とかのたまっていた、心臓馬ですね。筐体時代にやった人はさてはいるんでしょうか。確かに理論上筐体時代でも不可能ではなかったんですよ、光の玉なしゾーマという撃破。ただわざわざそれをしようって考えた人、そしてできた人は一体何人いるんでしょうか。僕の知らないところで伝説は一体いくら生まれてきたんでしょうか。で、HP12500 を削りに行きます。ま、
倒すのに卑怯も何もあるまい。実は先ほど教えた通り、12500削りには DLC の力がを使います。使わなくても実はもう一回勝ってます。なんで、動画で一発撮りならもう、まあ、一発だと勝てるだろうってことですよ。生放送で何回映画チャレンジしてクリアしてたあの時と違って、今回はね、一発撮りでも勝てる説を検証。来たわ。これは弱点取ってますね。はい。レッツゴー!いくぜー!オッケー!十分十分!この打点をどんどんね、2P で出していかないとダメなんですけど、破滅の炎から入ったか。どんなもんだろう、ダメージ。そんな食らわないと思うけど。OKOKOK。まあ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 、被害は少ない方ですね。なんか避けてますけどね。さあ、どっちでも OK です、こいつは。スターライトでも。まあ、ノバの方が良かったかな。しっかり当てることは重要ですね。せーの!いいよー。重さも2倍だからね。OK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 ! このランちゃん、ナイスナイス!よし、OK! 素晴らしい攻撃です。800打点はやべえな。炎戦士はどっちでも打点出るし、完璧。そっちの方がいい。いいよ。そう、まあ、こうやって DLC があるなら、もはや勝つのは必然レベルまで、ね、いってるからね。まあ、ヘド、OKOKOK。まあまあ、死者の呼び声で止まるとかよりは、まだマシかな。マシマシマシ。ちょっとね、いつものように防御を捨ててるんで、いつものとは違う。あ、ボレロナイス!ナイスボレロ!さあ、爆エンジン、オッケー、完璧!完璧ですね、今のところ。行動も完璧。はい!素晴らしい!あの12500 HP を一旦に3000削り切った。01ないくぜ!つばぜにしましょうか。ここは耐久確保したいんで、ここつばぜにします。まず、ここに勝たないと、とどめぶち込まれて負けるんで、結構重要な局面にありますね。黄色なんでマックスは取れます。ああ、マックス取れませんでした。ここではね、負ける確率もありますね。ゾウマはつばぜに弱いとよく聞きます。なんで大丈夫だと思います。よっしゃー、いたー。さあ、とどめ負けで、ね、ああいうことはなくなりました。バラモスができてね、あっ、いということはなくなりましたんで、このターン大事。このフォース使ってないターンも大事だよ。ちゃんとしっかりね、打点当てつつ12500を削りに行きます。で、ちょっと怖いのは、単純にゾーマの火力も高いんで、下手なチームだと、まあ、炎の戦士なんて今回入ってるんで、握りつぶされる叩きつぶされる可能性はなきにしもあらずですね。頼むぜドランゴちゃん。セムが炎をまとう。はい、オッケー、いいダメージ出てるよ。さあ、とどめ圏内まであと4000ですね、なんと早っ。もう4000くらいやった、とどめ圏内まで。今回は最終奥義とかもつけてないよ。おしゃれ着はないっす。おしゃれ着も解禁したら多分もっと簡単にいける。あ、完璧な行動選んでんな、お前ら。あさあ、3ターン目は一応様子を見つつ、SP はちょっとね、温存しておきましょう。ワンチャン普通に3300までいける可能性があるんで、その分、その分ですね。もう、2発死はちょっと許せんで。ねえ。モンマスチーム、お前らの火力は高いんだから、お前らが当てないとダメなんだって。なんでそうなる?なぜそこまで外す?いいんだって、そんな外さなくて。もう十分十分。必然って言ったでしょ?必然にするよ?必ずなんだよ。サイコキャノンに入ってくれるのはありがたい。まだありがたいから。でも止まる?そうだね。うわ、結構食らうな。まあ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 、まひってないなら大丈夫だ。ちょっとね、4ターン目までの耐久は欲しいんだよな。確定凍てつく波動が4ターン目あるんで、まあ、死にはしないと思うんだけど、5ターン目がな、5ターン目がちょっと嫌なんだよな、正直。行動パターン的に。いいよ。でもなんだかんだであと2000ぐらいですね。破滅の炎を、あー、そっち引いちゃうか。やだな。ナイス!ナイスカード!あー、2200削り。次のターン死にはしないんですよ。これは多分ね、どうだろう。アウト!ねえ、ねえ、ねえ!3 外し、ねえ !3 外しなければもう4000ぐらいでしょ、残り。いけてるって。何をしているの?極なみ強いキャラクターが何をしてるのかわからない時代が陥ってます、今、僕は。極なみ強いキャラクターが何やってんだろう、本当に。本当に何やってんの?頼むよ。頼むぞ、お前ら、本当に。
このターンにできれば、だからとどめボーダー乗せたかったんですよ。フォース使ってもよかったね、正直言うんだったら。ただ足りないよね。マヒャドから、いてつく確定ですね。どうしようかな、厳しくなってきたな急に。やばい、必然って言ったのに。いてはここ、いてはここで、いてはです。どうしよう。まだ SP は残ってますよ。使うのは多分マリベル。ボーダーは乗るんだ。マリベルでギリギリみたいな感じになってるよ今。まあさすがに乗るとは思うんだ、ボーダーに。ボーダーに乗ると。だから今ここに外しがなければもうね、ほら見た、多分ダメージ的にほらいけてんすよ。ほらいけてるやん。あ、待って、これワンチャン3762762。はい、ダメだ、足んない、あと5足んねえ、あと5あれば、あのね、最小技があればこれでもいけてましたね。5足んねえわ、危ねえ。最強のとどめ使うにも5足んねえ。マリベルでしょ、これはマリベル使って一旦遅延するしかない。でもさ、これさ、ワンチャン死ぬんじゃねえか。え、避けて、避けろ、あーあああ、まだだ。いや、ゾーマの行動は5つ稼働あります。まだまだゾーマの行動にいてつく波動があります。はい、どういうことかっていうと、まだいてつく波動があるんで 50% で勝てます。高校いてつくじゃなければ 50% で勝てるということになりますね。また高校いてつく波動だとしても、もういてつく波動前提で話進めてんな。あの、走ればいいんですよこっちが。うん、簡単なことじゃないですか。俺削り切りますよ、本当に本当に削り切れるかもしれん。 50% でいてつく波動引けばワンチャンある。死者の呼び声です、もう一つの択は。はい、それはもうすなわち死を意味しますね。はい、いける。 50% でいて波動を引けば動画的、もう動画で撮っても勝てる。必然が、あ、ちなみにもう無理です。このまま行くと、本当に走らないとダメだ。50% で、イテハを引けるか、まず。イテハを引いたらスタートラインです。これさ、削り切ってたな。イテハ!おーし、おーし、おーし、おーし!ある、ある、あるぞ!来た!さあ、運命のタイムです。これはある意味すごいな。とどめなしだ。さあ、このターンで僕たちが走ればとどめなしでゾーマを削り切ることになります。 DLC ありやけどね。いや、炎の戦士とかダッシュランとか早いモンスターはいっぱいいる。いける。さあ、あと一発だ、あと一発、あと一発、あと一発。誰か誰か誰か、おっとおっと、おっとおっと、おっと、相手の攻撃。避けろ、頑張れ、死ね、勝負あり。まあ、外さなきゃいけてたんよ。4ターン目、5ターン目、すべて外さなきゃいけてた。